なんかさ、笑い話なんだけど、だからこうなんていうの、もう1年経ったんだよね。1年も過ぎました、うん、1年経って、だからその YouTube の収益で土俵作ったりするとかいう話はしてたじゃない。でもこれ土俵は作っても、だからそれに持っていく場所がないんだよね。それは本当にマジでやってるんだけど掘りにしてるだけだから、だからそれを猫放してるとかそういうのってちゃんとお金取ってるから、取ってるし、もうあの本当に半分はだからやっぱりそういうこの映してる人のとこにもうあの一応経費として渡すし、あとやっぱこう出てきた人にお礼とかも渡したりもしてるから、まあまあそんな全部は全部は残ってないけど、まあ、残ってる中でやっぱ土俵を作るのか、土俵でそういうのができなかったら、あのなんていうの、この前言ったようにそのこう社会人野球を、社会人野球じゃごめんごめん、社会人相撲を作って、社会人野球なんかできない、肩痛いとか言って、社会人相撲をして、で子供をこうやっていくと、それやっていこうと思ったら俺だって今の収益じゃ足らないからね。最低これ3000万ぐらいいるから3000万出してくれる3000万いるからさ、そうそうそう、3000万は最低いるからさ、その土俵を作って、それでそこにこうなんていうの、焼肉屋してみたいな、そういう風な形のその物件もずっと探してるから、だからそれなんか猫をしてるとかそういうことはそのなんか YouTube で言ってたけど、誰か言ってたんだよね。それはあのそんなことはしないから、だから今何をやろうかっていうことを考えてるから、俺がだから YouTube でやっぱりこう正直な話、金儲けをするつもりはさらされないですよ。お金儲けしようと思ったら、だって今だって焼肉やってるでしょ、焼肉やってて、であと焼肉何店舗もやってるわけじゃない、であとなんだっけ、バーベキューの仕事もしてるわけじゃない、はい、バーベキューのそのバーベキューにもう肉をこう売ったり、うん、あとまあ今回コロナでいろいろできないから、そのなんていうの、そういうイベントとか全部、はい、フードフェスみたいな、そうそうそう、年間100回ぐらい行ってたんだよ俺、本当冗談抜きで。知ってる、知らないじゃん、なんか知ってるとか言って、いやだから言ってて利益上げてたのよ、子供も手が離れたし、借金ももうなんていうの、その銀行の借金はあるよたくさん、うん、でもそれぐらいだよね。あ、別にそんな YouTube でその金を寝込ましようとかそういうのはないからね、ゴンザレス分かってるよね。え、YouTube で儲けようっていう気はないってこと？ないない。儲けようっていうよりも、それをうまくあの相撲のために活用したいなとあるから、だから活用しようとしても意味のないことやってもしょうがないじゃん。悪口じゃないけれども、だってこう実名で出してるわけだから、はい、実名で出される方はやっぱり気分はいいもんじゃないじゃん。気分いいもんじゃないじゃん。こんなやろうと思ってる、それを全部受け止めてやってるわけだから。でも結局それがだからやっぱりこれが俺が嘘言ってんなら名誉毀損で訴えるよね。そうですね、うん、この際僕らからなんかちょっと質問があるのは、うん、なんかたまにボートとか行って、うん、ちょっと行っちゃおうかなこれとか言う時はなかったんですか？いや、あるよそれ全部。でもそれは使えないじゃない、それは。そこはやっぱどうしても、そこは自分のお金でやるし、はい、うんうん、だから早くねしたいんだけど、これ焼肉の物件もさ、ある程度土俵も作れるような大きさの物件ってさ、別にそのなんていうの、わざわざさ、だここはやっぱ両国なわけだから、清澄白河なわけだから、近い方がいいじゃん、家から近い方がさ。これがだって品川とかさ、あのなんていうの、世田谷とかだったら、ちょっと苦労ですもんね。うん、だからそれはそこ、その場所に物件があるって言われても無理だけど、やっぱできればチャリンコで15分ぐらいで行けるような距離あった方がいいよね。それでやっぱこうそこでこうね、自分のこうやりたい焼肉やりながら、でなんでかっていうと、やっぱり嫌なことしても面白くないじゃない。だから好きだからやってるだけだから。だから思ったことをやりたいなと思うのは、だからどういうことかって言ったら好きだからやりたい。好きでお金儲かればいいよね。この近所だとお車部屋が近いじゃない、閉鎖になるじゃないですか、うん、その跡地。そこ、いやいや、今行ってこいよじゃあえっていうか家賃めっちゃ高かったりしてね焼肉屋して、
おもろいけどさ、じゃあすいませんとかで焼肉したんで貸してくださいってどれぐらいしただけでお願いしますとか、まあ、そんなさ、そんなふざけたことばっかり言ってたら怒られるよ本当に。どっかいいとこないのかな。俺のさ、俺のこう焼肉屋もやってたら多分ね、やっぱカルビとか和牛カルビとかさ、タンとか500円で出すから結構意外と入りそうだけどね。それでもう目玉でか、目玉それで場所が悪かろうがわざわざみんな来てくれると思うけどね。だからどっかのなんか鉄工所の跡地で、だからね、ちょっと内装だけして、で土俵作ってさ、で、厨房だけ作ってさ、でちゃんとやっぱ保健所がちゃんと降りてちゃんとできるような形だったら、やっぱ2,000〜3,000万ぐらいかかるもんね。ドラゴよりかも広くないとダメなんだよ。ドラゴで40坪弱だから、だから最低だから4メートル50の土俵がポリ入って、なおかつ外に3メートルぐらいの、3メートルまでいかないか、2メートルぐらいのこうある程度こうそれがないとできないよね。1階じゃないとあれですね、土俵がある。そうそう、1階じゃないと砂が落ちるじゃん2階の人で、だからまあそこのとこだよね。あとやっぱ砂を入れてたらもう何トン何十トンってなるわけだから、そう2階からさ、いきなりさ1階の店でさ2階に砂置いてさ、やっててドーンって落ちたらどうなる。お前大事件になっちゃう。天井も抜けそうです。天井抜けたらどうなる。もうそんなの下に人がいなければいいけど、いたらもう大惨事だよ。だからそれ考えるとやっぱ1階だよね。昔土俵は新鮮なもんだっていうことで、だから今みたいにこう土俵があって上にマンション建ってるとこあるじゃん、いっぱい。でもまあだから時津風部屋なんかは1階あったら1階の上はもう全部2階にはこう住まないとかね。いや今は違うよ、昔ね。でうちの西の隙部屋ってあったのね。西の隙部屋ってさ、あの1階が大体景気土俵が多いじゃん。何階にあったと思う。じゃあ1階じゃないんですか。1階じゃない、4階にあったの。土俵が4階。4階。昔はだから土俵の上はだからもうだから住んじゃいけないみたいな、そんな形だったから。で住むなら土俵の上じゃなく下。そうそう、だから4階にこう相撲部屋があって、で3階が若い人の部屋で、若い人の部屋と風呂かな。で2階が関取衆の個室で、1階があの事務所。やっぱ長年経ってきたら上から砂がポロポロ落ちる。4階の砂が3階に落ちる。できるかできないかって言ったら、まずだって土地も探さないかんしさ、土地も4ヶ月も5ヶ月も探してるのさ、なかなか運数に行ってこないもん。それぐらいの土地があったらもうすぐみんなマンションの上に立っちゃうよね。貸してくれる人いねえかな、ほんとな。